森かっていうとね、池袋、西池袋にいます。西池袋ということで、今からこのテケテケというところ、ちょっとこの居酒屋入ろうと思ってんだ。生がね、生中で179円になってるんで、全員抜きだけど、だから税込みで、200円でいかないぐらいかな。それは安いな。で、他のやつも鶏も安いんで、ちょっとこの店、利用してみようかな。絶対仕事卒業できないから絶対無理。そんなこと言ってる間はもう無理。はい、で今ねこの話でいろいろ頼んだんだけど、生がねこれ179円税抜きで、税込みに894円なんだけど、あとは、まあ、でも飲み放題しました。だから飲み放題して6杯以上飲まないと、ね、お肉取れないんだけど、あとはこういう感じで今頼んでて、鶏肉、焼き鳥が結構メインの店みたいなんで、肉をね中心に、鶏肉を中心に頼んでるんだけど、美味しいですよ、ね、この話で。ちょっとみんなサラリーマン結構多いですね。今年なんていうんだけど、結構みんな飲み会学生みたいな感じのノリですからね。すごく美味しいです。サラダもやっぱりね、最近健康気にしててちょっとサラダで、ね、野菜も取らないといけないと思ってこの感じで食べてますけど、これも美味しそうですね。うん、マヨネーズの味が効いてなかなかうまいです。まあこんな感じで食べてますけど、初めて利用しますけど、なかなか結構気に入ってます。あとこういう注文まで出し込めるんで、まあ、最近これ主流になってますよね。まあ、こんな感じで食べてます。だけどどうですか、熱い、まあ、出来たてやけどね、やばいね、これ鉄板焼きみたくなってるからね、びっくりしたね、やばいね。それな、肉なんだ、それ。そうですね。美味しいね。やばそうだね。あ、うまい。さっき野菜苦手なんだけど、大丈夫？野菜これ。これいけますね。大丈夫？野菜はね、ビタミンあるからね、食べないとね、大丈夫ですよ。これは苦手です。あ、それは、あね、食べた方がいい。頑張ってた。大丈夫です。やみつきチャリカーですか？鶏皮ですね。鶏皮なんで、うまそうだね。鶏皮もこのメンバー食べる。まあ酒のつま